遠藤昇は、日本の政治家。日本社会党衆議院議員を経て、山形県天道市長を務めた。2009年局日、茂光明。2011年14位。山形県天道市の農家に生まれる。1950年山形、県立天道高等学校卒。青年団活動を経て、30歳で、天道市議に初当選。 4期務めた後、山形県議に転身し4期務める。1990年の総選挙で、旧山形一区から立候補。橋本龍太郎内閣で、通商産業省政務次官を担う。初の小選挙区比例代表並立制が用いられた1996年10月の、第41回衆議院議員総選挙に、立候補せず、 次期天道市長選への出馬に向け準備を進める。当時の天道市長である鈴木忠弘氏は市役所 OB で1985年に任期途中で病死した小沢大蔵市長の後継として市長の座についたが3期連続無投票で当選していた。また、道志桑の町地区において大型ショッピングセンター進出計画が持ち上がり、 地元の温泉組合や商業関係者が1万人規模の反対署名運動を行っていたが、遠藤はそうした運動が起こるのは市民の声が届いていない証拠であり、無競争の上にあぐらをかいている姿勢を変えなければならないとして、1997年2月の市長選に立候補。社民党や連合山形の推薦のほか、自民党県議や市議も支援に加わり、 市民党の立場で2万1060票を獲得し初当選。鈴木の4選を阻止した。参戦するが、3期目の途中である2008年12月25日、健康上の理由で辞職した。2011年9月14日、肺炎のため、山形市の病院で死去。82歳没。春の除訓圏内から50人。 朝日新聞山形版2009年4月29日、上位序君、読売新聞山形版2011年10月8日、ABC、大詰めの天道市長戦場戦例過去の無競争、巡り論戦、朝日新聞山形版1997年2月5日、AB、天道市長に、遠藤昇氏が初当選。 鈴木市の四千阻む、朝日新聞山形版1997年2月17日、天道のニュース天道市の観光ガイド時事 .com、遠藤昇る市市巨大136回、国会法務委員会西岸1433号。ありがとうございます。